着いたか。主任の話だとかなりの人がフロアにいるみたいだけど。お前たちは。副局長、どうしてここに。それはこちらのセリフだ。私はその昨夜出された戒厳令について長官に問い合わせに来たんだ。そしたらそのまま拘束されてこちらのフロアに。そうでしたか。いや、なんつうかちょっと意外っすね。上に問い合わせる気概が終わりとは思いませんでした。どういう意味だね。第一、君たちは国防軍から指名手配されていたはずだろう。一体何をしているのかね。その、いろいろありまして。そちらのあなたは IBC の技術部にいた。ああ、研究員のダビッドさ。俺も昨日マリアベルお嬢さんから技術部の解散を伝えられてね。相棒もいないし呆然としていたらこのフロアに連れてこられて。まずはお互いの状況を確認した方が良さそうですね。そんなことになっていたとは。独立国の無効宣言以来雲行きが怪しいとは思ったが。どうしてこんなことに。なんだか悪い夢でも見ているような気分です。そっか、クレイのやつはロバーツ主任に協力してるのか。通りで 2,3 日前からタワーへのハッキングの仕方がさらに巧妙になってたわけだ。それで副局長、結局このフロアに大統領サイドの関係者は。うん、大統領やマリアベル嬢はもちろん、国防長官や両兵どももいない。それに君たちのところにいたあの娘もな。そうですか。一体どのフロアに。とりあえず主任からの連絡を待つべきかと。現在大急ぎで上層エリアを調べてくれていると思います。その間このフロアにいる他のメンツでも確認しておこうぜ。ひょっとしたら何か知ってる奴がいるかもしれねえ。そうだな、一通り話を聞いてみるか。副局長、この場は頼めますか。ああ、任せておきたまえ。その、君たちもあれだ、あんまり無茶はしないように。真実をつかむ前に倒れてしまったら元も子もないぞ。はい、肝に銘じておきます。
キアちゃん、お父さん、どうして。しずくちゃん。あ、よかった、無事だったのね。しずくさんもオルキスタワーに連れてこられていたんですね。あのおっさんのことだから別の場所かと思ったが、とにかく無事でよかったぜ。ロイドさん、ランディさん、エディさんにティオさんも。そっか、こんな顔していたんですね。しずくちゃん、ひょっとして目が見えるようになったの？はい、キーアちゃんのおかげです。不思議な力で目の神経をつないでくれたみたいで、もう光だけじゃなくて色と形もちゃんとわかります。すごい。まさに奇跡だな。いや、何にせよよかったじゃないか。ああ、こればかりはキーアもお手柄だったな。はい、本当にキーアちゃんにはいくらお礼を言っても足りないくらいで。でも、でも、しずくちゃん、どうしたんだ。キーアちゃん、笑っていたけど、とっても辛そうでした。これが自分の役割なんだ、自分の望みなんだって無理に言い聞かせてるみたいで。本当はディーターさんたちに協力なんてしたくないのに、ロイドさんたちのところに戻りたくてしょうがないのに。キーアちゃんがあんなことに。それにどうしてお父さんは。私しずくさん、ありがとう。キーアちゃんのことを思ってくれて。それと一人ぼっちでつらかったわね。しずくちゃん、俺たちはキーヤを取り戻しに来たんだ。あの子やアリオスさんたちがどこにいるか知ってるかい？ごめんなさい、私何も知らなくって。キーヤちゃんは昨日から見かけていなくて、それとお父さんからはロイドさんへの伝言を預かりました。え、マクレインが。この包みは。お父さんがロイドさんに渡してくれって。どうぞ開けてみてください。ああ、これはカイさんが使っていた。間違いない、奴が使っていた獲物だ。現場から持ち去られていて行方不明になっていた。これは刀傷。ということはロイドさんのお兄さんを手にかけたのはロイド。ごめんなさい、本当にごめんなさい。お父さんが、父が、ひどいことを。しずくちゃん、負い目を感じる必要はないよ。本当にアリオスさんが兄貴を手にかけたと決まったわけじゃないし、どうやらまだ見えていない隠された真相がありそうだ。え？どういうことだ？この刀傷を見る限り、兄貴とアリオスさんが激しくやり合った可能性は高いだろう。刀傷の数を見る限り、あの風の牽制を相手に
兄貴もかなり善戦したんだと思う。だがガイの直接の死因は銃による背後からの狙撃、そういうことだな、バニングス。はい。それって、しずくちゃん、手紙も読ませてもらうよ。はい。ロイドへ、長らく渡せなかった品をこれを機会にお返しする。その品がすべて。釈明をするつもりはない。なお、町に現れた魔導兵は白きアイオーンが大金を通じて操っているものだ。白きアイオーンを何とかすれば全て沈黙させられるだろう。これは白きアイオーンってのはあの映像で見たやつか。ガレリア要塞をアイスみてえにくり抜きやがった。でも空間を消滅させる力は使えなくなっているはずです。しかしマクレインのやつ、一体どういうつもりで。おお、ロイドさん、まるであつらえたみたい。ああ、不思議と手に馴染むよ。しずくちゃん、伝言ありがとう。ここから先はどうか俺たちに任せてくれ。キーヤのことも、そしてアリオスさんのことも。はい。お父さんはずっと悩んでいたんだと思います。お母さんのこと、私のこと、いろいろなことを考えているうちに後戻りができなくなって、それで大丈夫。後戻りができないなんて、そんなことがあるもんか。お父さんのことはきっと連れ戻してみせるわ。特務支援課の名にかけて。ま、こんな可愛い一人娘を泣かせるような不良親父は一発ぶん殴ってやらねえとな。ですね。首に縄をかけてでも連れて帰りましょう。はい。しかしマクレインを連れ戻す話はともかく、大統領の関係者たちは一体どこに行ったんだ。やっぱりキーヤちゃんもいないみたいですし。そうだな。伝言を残したということは、ひょっとしてタワーには。おっと、スピーカーモードにするか。ああ、ロイド君たち、直通エレベーターのセキュリティやっと解除できたよ。本当ですか。よかった。これで。ただどうも他のフロアにはほとんど人が残っていないんだ。こちらのサーチから逃れて隠れているとも思えないし。それは。おいおい、そんじゃキーボーたちは一体どこに。ただ一箇所、オルキスタワーの屋上に誰かがいるみたいだね。あの白い人形と一緒に。エレベーターで屋上に行くことは可能なんですか。了解です。それでは失礼します。結社の博士か、それとも。わからん、行ってみるしかねえだろう。近くにある直通エレベーターは使用可能になっているはずです。必要なら1階まで戻って
準備を整えておきましょう。ああ。もしもし。よかった。無事だったんですね。こちら、メルカの9号機です。フランさん。タワーに突入したようだが、状況はどうなっている？ああ、大詰めだ。軽く状況説明しとくよ。100アージュに結界を展開しているらしい。こっちからは近づけないから援護とかは期待すんなよ。そうか、了解だ。まあ、こっちでなんとかするしかなさそうだね。ちなみに他の2機ですが、どうやら沈黙したみたいです。ケビン神父やエッセルさんたちが頑張ってくれたのではないかと。そうなのか。朗報ですね。ああ、よく勝てたもんだぜ。とにかくルチャだけはしないこと。エイノスのカモ、くれぐれも気をつけたまえ。はい、了解しました。本番はさすがに無茶やったか。自業自得。現実世界でスティグマの力をあそこまで解放するなんて、姉様がいたらそんな無茶きっと怒ったと思う。せやな、総長にもめっちゃ怒鳴られそうや。メルカバも壊してしもたし。修理不能とかなったらドミニオンクビになるんかな。ま、そうなったらもう一度重機師から出直せばええか。お前が聖騎士になったらサポートについてもええし。バカ。おい、よかった。本当に無事で、姉様の目指していた場所はまだずっと先にあるのに。本当に無茶ばかりして。リース、せやな、まだまだ先は長いか。これから先も呆れさせてしまうことがあるかもしれへんけど、懲りずに支えてくれるか。当たり前、放っておけるわけない。
ける待ってる。大丈夫よね。こんな大怪我でもおじいさんに直してもらえばすぐに元通りに。そんな、そんなの嘘、信じない。絶対に信じないんだから。ねえ、思考ユニットに致命的な損傷を受けたんだ。ゴルディアス級のシステムだとバックアップも取れない。待ってる待ってる、大丈夫、必ず直してあげるから。やれやれ、招かれざる客がここまでたどり着いてしまうとは。おじさま、ディータさん。久しぶりだね諸君。しかしランチの約束をした覚えはないのだが、ひょっとして日時を間違えてはいないかね。アポイントなしの訪問申し訳ありません。ですがこちらにも譲れない事情がありまして。独立国の取り消し、それに市内の魔導兵などいろいろありますが。まずはとっととキーボーを返してもらおうか。ああ構わないよ。君たちは何か勘違いをしているようだね。我々は別にキーヤ君に無理やり協力してもらっているわけではない。このクロスベルを取り巻いている途方もない困難、それを解決するために彼女が進んで協力してくれたのだ。それはそう仕向けたのもまたおじさまたちのはずです。両兵団を陰で操り、クロスベル氏を襲撃させることで市民の独立の機運を煽り、帝国と共和国の資産を凍結することで自治州存亡の危機を演出した。真偽はともかく許される所業ではありませんな。そしてその状況をあの子に突きつけて決断を迫ったわけだ。白い歯が売りのナイスミドルにしちゃえげつなさすぎやしねえか。ディーター大統領、いえディーターさんと呼ばせてもらいます。それがあなたの正義ですか。ああその通りだ。現実の政治は綺麗事ばかりではない。あの程度の政治工作ならばむしろ手ぬるいくらいだろう。12年前、帝国がリベールに侵攻するときに起こした悲劇、君たちは知っているかね。もしくは共和国が民主化するときに断行された血塗られた粛清は。だからといって
おじさまたちのしていることが正当化されるとでも。正当化はされるものではない。力と意志を持ってするものだ。私は黒井助の当主だが、もともと一族の使命についてはさほど熱心なわけではなかった。そのあたりはむしろ娘の方が詳しいくらいだからね。だが始祖が夢見た新たなる司法の誕生が実現可能だと分かったとき、私は狂気し、黒井助に生まれたことに感謝したものだよ。この激動の時代を治め、正義を広められるだけの力を手に入れられるのだからね。正義。それではあなたは、自らの利益のためでも支配欲のためでもなく、正義を実現するためにここまでのことをしたと。それ以外にどんな理由があるというのだね。10年前 IBC の資産が大陸一を達成した時点で富を求める必要もなくなった。大陸全土を支配するという時代錯誤な幻想にも興味はない。私はね、我慢がならないのだよ。国家という枠組みにとらわれて無益な争いを繰り広げるこの世界に、その意味では独立国という形式にこだわっているわけでもない。マクダエル議長の宣言通り無効とされても構わないのさ。私が理想とする正義、世界にあまねく広まるのであれば、その正義によって秩序が保たれ、平和な世界が築かれるのであれば。バカな。本気かい？なんつうか、ここまでガチだとは思わなかったぜ。ですが、その正義の幻想もある程度は実現できてしまう。そうね、キーヤちゃんというゼロの司法があれば、既存の政治思想にはない反則とでも言うべき状況設定だわ。ディーターさん、俺はあなたの考えにはいろいろと勉強させてもらいました。ですが、あなたの正義については少し過大評価をしていたようです。俺たちは警察官で、しかも特務支援課の所属です。法というルールにのっとりながら市民に寄り添う形で正義を体現する。ですが、必ずしも正解があるとは限りませんし、迷ったりすることも多くあります。当然だ。治安維持や安全保障なども正解というものがあるわけではない。そうね、立場が異なれば正義のあり方も変わってくるものだし、迷いながら時には失敗しつつも正義を追い求めていく。かつてディーターさんに言われたことでもありますよね。なんつうか、あの時の演説と全然違うような気がするんだな。あれは力と意志が足りていない状況においての方法論について語ったまでだ。その双方が揃っている状況で正義を行使しないこと、それは怠惰ではないのかね。違う。正義は移ろいやすく形の定まらないものだ。それを追い求め続けることにこそみんなにとっての価値がある。あなたのしようとしていることは正義を型にはめて確立化し押し付けることでしかない。そんなものが本当にあなたの求める正義なのか。現に私はクロスベルの政治状況に風穴を開けていくつもの改革を成し遂げた。その成果を否定するというのか。それとこれとは話が別です。おじさまのすべてを否定するつもりはありませんし、学ぶところが多かったのは確かです。
だからこそその欺瞞と勘違いを指摘せざるを得ません。あなたを尊敬していた者として間違いに気づいてほしい意味でも。いいだろう。なんだこれは魔導の力。気をつけてください。オルキスタワーから彼を中心に膨大な霊力が集まり始めています。ベルほどではないが、クロイス家の当主としてこの程度はたしなんでいてね。そしてこのオルキスタワーの霊視変換機能を利用すればこんなことも可能になるのだよ。吸い込まれただと？うん、視界と制御も良好だ。司法の力を受けつつ自在に操ることができそうだな。内装空間から人形兵器をコントロールしている。おいおい、そんなのありかよ。これぞ正義を体現し世に知らしめるための白き機体。さあ証明してみるとしようか。私の正義と君たちの正義、果たしてどちらが正しいのか。望むところだ。全力を持って挑ませてもらいます。危険の台、手ごわいです。わかった。
任せてくれ。はい。やっ。僕の番か。行くぞ。グラッツ、行きます。ドライブ開始。任せてくれ。エニグマ駆動。任せてくれ。
やったか。これでなんとか。霊視エネルギー再び充填されています。そんな、ゼロの司法よりこの機体は無制限の力を得ている。決定的に破壊されない限り敗北はありえないというわけだ。そういうことか。さすがに反則すぎるね。君たちの命を奪うつもりは毛頭ないさ。おとなしく降伏して私の理想に協力してくれれば。どうしたってんだ。霊視エネルギーの供給が途絶えた。霊力の供給が途絶えたみたいね。やれやれ、マジで疲れたぜ。やりやがったな。どういうことだ。どうして司法からの供給がいきなり止まるのだ。まあ、余計なことをしている暇がなくなったからだろうね。結社の13工房 F ノバルティス。ノバルティス博士、一体どういうことだ。まさか結社が機体に何かを仕掛けていたのか。前にも言ったように、あくまで今回は手伝いでね。
良いデータも取れたことだし、そろそろ私も失礼させてもらうよ。契約通り、そちらの最終型とともにね。契約だと？バカな、この機体はこちらが結社から買い上げたものだ。持っていかれる道理などない。いやいや、実は契約内容にちょっとした変更があってね。用済みになった機体をこちらに回収させてもらうよう取り計らってくれたのだよ。閣下のご令嬢マリアベル・クロイス嬢がね。その通りですわ。この声はベル。ベル、これは一体、それに一体どこにいるんだ。オルキスタワーではないのか。私はとっくにそちらを後にしていますわ。キーヤさんたちと一緒に。確かにどのフロアにもいなかったみたいだけど。アリオさん、マクレイン、おじき、シャーリー、バルドさんまで。やはり彼らと一緒だったか。盛り上がってきたね。どういうことだ。君たちは私を裏切ったというのか。大統領、申し訳ありません。しかし私はもともとあなたの計画に協力していたわけではありません。先生とマリアベル城の計画に協力していただけです。まさか。ああ、その通りだ。あ、嘘だろ。イアン先生、まさかそう来るとはね。その様子ではロイド君は私の関与に気づいていたのかな。ええ、ニールセンという記者の方がヒントをくれましたから。それとピート君や箱盛りのご老人キリカさんやレクターさんの指摘、全てのフラグメントが最終的にあなたの関与を指し示していました。どうやら完全にガイ君に追いついたようだね。グリムウッド先生、これはどういうことですか。確かに先生にはいろいろと相談に乗ってもらいはしたが。ああ、君は本当に教えがいのある生徒だったよ。経営者としては超一流だし、政治家としても悪くはなかった。無双化すぎるという致命的な欠点を除けばね。お父様はご自分の考えで全てがうまく運んだと思ってらっしゃるようですが、その実先生の用意したシナリオに誘導されていただけですわ。教団の扱い、通商会議の段取り、クロスベル氏襲撃から独立宣言まで、そのアイデアのもとを最初にお父様に囁いたのはどなたでしたかしら。このまま君がうまくやれば表に出るつもりはなかったが、どうやらフィクサーとしてのみとどまってはいられないようだ。青木ゼロの計画、このまま遂行させてもらうよ。青木ゼロ、
なんだそれは。ゼロの司法の完成形、時空を支配し因果律を組み替える青の大樹、その新たなる誕生ですわ。この光は青い光。七星湿地帯のあたりです。あれはこれはバカな。素晴らしい。まさに得意点の産物。かの潮の杭をはるかに超える予定外の奇跡というべきか。おま、待ってくれ。あの巨大な木がゼロの司法の完成形って。キンヤちゃんは、あの子は一体どこに。何を言っているのかしら。キンヤさんならほら、そこからも見えているでしょ。あの青の大樹こそキンヤさんそのものですわ。彼女の心と体が失われたというわけではない。そのあたりは安心するがいい。だがこれより彼女は全ての調停者となる。彼女にとっても君たちにとっても悪い結果にはならないはずだ。できれば見守ってあげてほしい。一体何を。わけわからなさすぎだぜ。本当そうだよね。でも楽しければそれでいいんじゃない。まあ邪魔するつもりなら遠慮なく相手をしてやろう。これも契約のうちだからな。こいつらの企みは知ったこっちゃないが、来るんなら今度こそ徹底的に潰してやるぜ。なあワジバルト。それでは皆さんごきげんよう。それとお父様、今までお世話になりましたわ。単純でロマンチストで愚かしくはありましたけれど、私お父様のことも決して嫌いではありませんでした。役目がなければ私も最後まで付き合うんだが、まあせいぜい遠くの地で続報を聞かせてもらうとしよう。それでは失礼するよ。無駄だとは思うが、せいぜいあがいてみたまえ。有意義なデータを残してもらう意味でもね。
っかき回すだけ引っかき回してとんずらかよ。皆さん無事ですか？二人とも。今のは一体？それにあの巨大な木のようなものは？それが何と言ったらいいか。どうやらまだ終わりじゃないみたいだな。課長、下の方は大丈夫なんすか？ああ、魔導兵どもが消えたんで無事タワーに乗り込めた。しかし、何がどうなってやがる。はい、それが そんなことが。あのイアン先生が黒幕の一人だったなんて。なるほどな。政財界に国際情勢、警察にギルド、さまざまな裏事情にも通じている人物か。あの先生がその気になれば確かに全てを段取れただろう。問題は動機だが、今はそれどころじゃなさそうだ。はい、ワジ、メルカバを呼んでもらえるか？そう言うと思ったよ。行くのか？ええ、もはや警察の仕事とは言えないかもしれません。ですがキーヤと全ての真実があそこで待っている以上、俺には放っておきません。私もです。ベルを止めないと。まあ、ここまで来たら一蓮托生は当然かと。おじきたちも手ぐすね引いて待ってるみてえだしな。私も付き合わせてもらいます。まあ、メルカバを提供するんだし、僕も付き合わせてもらうよ。バルドとの決着もつける必要がありそうだしね。私も彼女と決着をつける必要があります。私自身のけじめのためにも。マクレインとイアン先生の両名については詳しい事情聴取の必要もあります。私も同行するつもりです。止めても無駄そうだな。大統領の身柄も含めて市内とタワーの方は任せておけ。お前たちはお前たちで納得できるまでやってこい。特務支援課として何よりもお前たち自身として。おめでとうございます。